短すぎるんじゃない？ユニフォームでしょ？サイズ合わない？わざわざこんなの着なくても。いいから早く、赤月くん体育館で待ってるわよ。なんだかんだで勝負事が好きなのよ。ほんとガキなんだから。本当に足綺麗ね。え、矢瀬くんが言ってたわよ。例の中等部の転校生には引けを取らないって。じゃあ私も卓球場に行くから頑張って。はいはい、自信持ちなさいよ。なんで私がこんなことしなきゃいけないのよ、五条のバカ。あ、赤月くん、相棒さんは遅れてるみたいだ。先に始めてくれ。俺は柔軟でもやっとくから。なんだ、どうする。拳銃を使えばわけないが。先輩、伏せて。無事ですか先輩？ああ、助かったよ。